はいはい、どうもこんにちは、松尾翔のこれ知ってますなんですけどね、面白いですね。この、いろんなまあ私鉄から JR からこう駅が、駅名に恋がつく駅っていうのが何箇所からそうなんですね。まあその一つにですね、私関西なんですけど、地図急行鳥取ですね、恋山形駅っていうのがあるそうですね。地図急行恋山形駅、鳥取県地図町にあるんですけど、その新聞載ってましてね、6月に色を書いて恋が叶えて、こう駅のこう看板をハートにしたらしいんですよ。そうするとなんと1日の平均乗客が3人からですよ、なんと7人に増えたっていう記事が出てたんですけどね。まあまああんまし人が乗らないんでしょうけど、その3人から7人に増えたっていうのもちょっとこう微妙な感じがするんですけど、まあ今日はその恋がつく、駅ということ、あと西武鉄道さんに恋がつぼを言うんですかね、恋に、恋がつぼ駅言うんですかね。それから三陸鉄道、これ青森ですか、恋し浜という、駅名があって、それ JR もありましてね、恋、ボコイ、母に恋でボコイっていう JR 北海道にあるそうなんですけどね。まあこういうのは恋という名前がつくだけで、例えばバレンタインデーに人が来たりとか、そういうふうな町おこしになるということなんですね。まあそれでも地図急行の恋山形駅3人が7人へ増えたっていうのはどうなの、倍増やけど微妙やなと思いましてね、これ面白かったのでちょっと今日話しました。どうもありがとうございました。